疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが俺たちが探していた対象の一人だ。つまり、あの放棄されたマリン病の病院は、かつて教練員が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか。大体そういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに、俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ？確かに、なんでだろうな。こういう状況の時は大体あれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え？オイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノン、彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ？発言には気をつけろ。さもなければ容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまり、セノさんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。それは、セノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ？君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教令院のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ、君は相手に手出しができた。言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか？凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教練員は、俺の行動を監視していたのか？それほど簡単な話じゃない。教練員は、スメールの全てを監視している。だが、とりわけ君に対しては、特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに、人々は、ジュニアーナ・ガルバの日を迎える。この日、教令員は缶詰知識を通して、アーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は、大マハマトラ・セノの行動報告から、処刑の癖まで、他にも様々なことが記録されていた。つまり、教令員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だが、そんなことをして何の意味がある？俺の行動など、アーカー社に入れておくほど重要なものじゃないはずだ。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか、一目瞭然だろう。俺の行動が予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、彼らにとっては、かえって目の上のタンコブだったということですか。彼らには、
強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変に、ただ利益を追い求める。これこそが、あれら学者の本当の顔なのです。瀬野さん、あまりお気になさらず。これは逆に、あなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで、奴らは事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかる奴なんていないって。いや、わかった。こうなれば、奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は、常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラもわかったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら、一番安全な場所は。だな。奴らからすれば、俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でも、なんか一人足りないような。ん？ここで良い知らせを待っています。みんな、無事に帰ってくるんだぞ。離れてからは砂漠を通り抜けて先へ進んでいた。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたのか？うん、前におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。どうやら体力仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん、
それで掘り返すのか？結構深いところに埋まってるみたいだぞ。コロハ編は教令員が開発した装置で、本来は頭につけるものだ。グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。そして壊れた装置があたりに散らばっている。分かれて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか？なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。おじいちゃん、どうか無事で。心配するな。おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたラザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。つまり奴らが撤退してからさほど時間が経っていない。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。でも砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？もちろん疲れるぞ。あっちの方から誰かが言い争ってる声が聞こえる。おお、耳がいいんだな。これ以上近づくな。気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話しているのか聞いておこう。もっと早くに教えてくれたら私たちだって。お前は仲間だ。俺たちは決して欺きはしない。学者、私の方が詳しい。私に。わかってるさ、バディ。どうして？ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん。おいバカ、何やってるんだよ。ん？おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのになんでこいつのところになってるんだよ。来るのが早かったな。ああ、面倒になってきたな。アール村を裏切ったのか。これはこれは、かの有名なマハマドラさんじゃないか。デシア、こいつらと組むより俺の仲間になった方がいいぜ。お前も見ただろ、俺にはメソッドがある。それに俺の理想はこいつらのよりはるかに崇高でシャイニングなもんだ。私がそんな言葉で打たれるような人間じゃないって知ってるだろ、ラフマン。どういうことなんだよ、ディシア。お前は一体どっちの味方なんだ？あんたバカか？まあいい。誰の味方だろうが、キングデシレト様を呼び覚ます異形の妨げにはならんさ。遠い古の王者がこの地にお戻りになった時こそ、全てが再びスタートするんだからな。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは私以上に知ってるはずだろ、ラフマン。これほど長く傭兵をやってきて、それでも統治者に肩入れしようってのか。俺は砂漠の民、キングデシレト様の支持者だ。この両手を血に染めようが、のんきな暮らしをしようが、この信仰は俺のソウルの奥深くに刻まれてる。なあ、
今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。あのグラマ、いや、驚愕者たちはキング・デシレトを復活させることはできないんだ。わかってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。たとえ成功率が1万分の1しかないとしても、試さなくちゃならない。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理由にあんたが今まで一生懸命築き上げてきたエルマイト旅団を潰されてもいいのかよ。いい、俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、大地は引き裂かれた。だが今、運命は教令員に対抗するジョーカーを俺の手に授けてくれた。あいつら学者がいれば形勢逆転さ。俺たちは防災駅の向こうに攻め入ることができる。甘すぎる。あんたらの勢力だけでスメール全土を掌握してる教令員に立ち向かえるわけがないだろ。私の話が信じられないならそこの二人に聞いてみな。あいつらも教令員と対立してるが、あんたのようにうぬぼれちゃいない。所詮ご主人様に付き従う犬っころだろ。どうして俺がマハルッカ・デバータの民どもとトークしなきゃならない。卑劣な裏切り者が。お前らの神はキング・デシェルト様を裏切り道義を売り渡した。砂漠の民が創新の民を信じることは二度とない。すごい敵意だな。会話が成り立たない。どうやらこの学者たちだけで教令員と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺が渋々人質になってやれないこともない。教令員の捨て駒であるあいつらに対し、俺は教令員の現書記官、君たちにとっても大きな手札となるだろう。おいおい、マジかよ。おい、人質交換をしたいというのか。そうだ。まだ賢明な判断ができるなら俺の話を受け入れられると思うが。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺しちゃったらどうするんだ。うん、それも運というものだろう。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し真相を突き止められるかもしれない。そんな曖昧な自信で俺を説得できるとでも。これは説得じゃない。ただこのやり方で君たち反抗勢力に加わろうとしているだけだ。現書機関が何のために教令員を裏切る。砂漠で生きる者は何も全員がキング・デシェレトを信仰しているわけじゃないだろう。ならば教令員も同じだ。知識を追い求めるからといってなぜ必ず教令員に従わなければならない。さも知った風な口を聞くな。教令員にいる者は全て、いや防災壁の向こうの人間は全てこうだ。俺は言ったはずだ。送信のためのスピーチを聞くつもりはない。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に責任を持てるか。俺は価値のない保証などしない。じゃあこの選択が危険なことも知ってる。そうだな。そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。実はこいつらは私の友達なんだ。送信の民は信用できなくとも私のことは信じられるはずだろ。昔からの知り合いだ。お前のことはもちろん認めよう。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。教令員と敵対する以上覚悟も決まってるはずだ。もう何も怖くないんじゃなかったのか。狩猟の獅子の腕だと面白い。だが
お前が約束を破ったらどうなる？弟子や、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の悪い奴らは長生きできんからな。確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。私は友達のためにグラマパラを救うと約束したんだ。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残し、お前の決心を見せるんだ。ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくて、ただの意地悪じゃないか。構わない。お前までおかしくなっちゃったのかよ。命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるなら、どう考えても割に合う取引だろ。ラフマン、要求に応えたからには、あんたも私を失望させるなよ。いいだろう。おい、こいつの右腕をカットして持ってこい。やめて。デシア、どうするんだよ。早く方法を考えろって。そこまでする必要はない。それはあんたたちの決めることじゃない。やれ。デシア、逃げろ。ストップだ。どうした？なぜ止める？狩猟の獅子も砂漠の旅だ。お前の腕をカットすることは、俺自身の指を断ち切ることと同じ。同胞である我らが同士討ちをする必要はない。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼、砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。よかったぜ。弟子お姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。どいつもこいつも何考えてんだよ。もし本当に腕を切り落とされてたらどうするつもりだったんだ。ん？それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い。こんな状況だし、一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくともいい。俺ならあいつらを全員片付けられる。最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、これは私一人だけのことじゃない。あいつらは個人じゃなく、ある種の精神の代表なのさ。たとえ一人の過激派を片付けようが、他の同類が現れる。奴らを殺したって何の解決にもならないんだ。お前のしたいようにすればいい。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃってごめんね、弟子やお姉ちゃん。しかも大声であんなことまで言っちゃって。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したからには、何としてでもやり遂げるさ。これほど過激な性格だとは。学術研究に向いているな。は？本気で言ってんのか？エルマイト旅団の奴らも俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると狂人こそ学術において成功を収められるのかもしれない。なんだか私を褒めてるように見せかけて、ただ自慢してるだけのような。
ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。明日の昼はまたでかい騒ぎが私たちを待ってる。景色を堪能しようとしたが、あの子、おはよう。みんなついてるな。揃ったみたいだな。けどイザーク、本当に一緒に来るのか？遠くから見るだけだから。デシアお姉ちゃん、俺、おじいちゃんを迎えに行きたい。わかった。一緒に行こう。待ってください、デシア。どうした？昨日、無茶な行為をしたと聞きました。今日はそういうのは一切なしです。わかりましたか？じゃないと、怒りますから。わかった。俺たちよりも早く着くとはな。オイラが5分二度寝したせいかな。準備はできたか？抜かりない。だが思ったより人数が少ないな。連れてこい。ラフマン、あんたは言ったことを必ず守るやつだと思ってたが、これはどういうことだ？一人と一人の交換だ。公平だろう。というより送信の民のオーダーに応えてやる時点ですでに最大限の譲歩だ。不満か？動くな。おい、潮の指示、そこまでだ。おじいちゃん。
何ビビってる、震えてんぞ。違う、これ地震だ。おじいちゃん、なんてついてない日なんだ。ふん、面倒だ。今砂丘が崩れた。俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのはあのグラマバラだ。緑色の草元素力。お前たちが言うように、クラクサナリデビがあの学者の体内に残した力なのかもしれない。元送信か。おじいちゃん、おじいちゃん、なんでまた気を失ってるの。周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。流砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てキングデシレト文明のものだ。この建物は歴史が古く、完全に風車に埋もれていたせいで今のような姿になったらしい。ここは遠い昔に沈んだ地下宮殿だったのかもしれない。ああ、キングデシェルト様の奇跡。おい、なんでこいつまでいるんだよ。それにこいつの手下も一緒に落ちてきたんだろう。しぶといやつだ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうダメみたいだな。せいぜい頭に気をつけろ。俺にパックリやられないようにな。今は争ってる場合じゃない。崇高なる王が我らを聖殿へ導いてくれたのだ。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思っていたところだ。おい、面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、キングデシレト文明の建物がここに現れたんだ。未来神が力を見せつけ合うのも、見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の別の生命体に過ぎない。動物と言ってもいいだろう。しかし新鮮な物事は探求するに値する。それが神と関係あろうがなかろうがどうだっていい。ラフマン、あんたの手下はどうする。ここで寝かせておこう。キングデシェルト様が民に加護を与えてくださるだろう。さて、俺は聖殿に入る。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。おじいちゃん、おじいちゃん、なんでまた気を失ってるの。
ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ。廃棄されたようにしか見えなかったのに、内部にこれほどの力が溢れているなんて。そうだな、植物もたくさんあって綺麗だ。ラフマン殿。俺のことか。他にラフマンというものがここにいるのか。継承など皮肉にしか聞こえんが。どう理解しようが勝手だが、今はあることについて考えてほしい。この建物はキングデシェレト文明のものだが、内部で流れている力は創新のものだ。俺は神の目を持ってない。何とでも言うがいいさ。何も起こることはないだろう。ただの学術的な思考の旅に過ぎない。でも確かに変だな。もし本当にそうだとしたら、原因はきっとここを全部回らないとわからないだろう。イカズチ、いや、はあ、燃えよ、くらえ、トン。
御盤石。逃げ道はありません。よっ、そこだ。ほれ、さあ食らえ。よっ、そこだ。トン、ほれ。急ごう。のイカズチ、ブーン、くらえ。よっ。はYeah!
難攻不落。逃げ道はありません。よっ、ほれ。くらえ。よっ、ほれ。キングデシェレト様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて思ってたのとちょっと違ったぜ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもキングデシェレト様の恩師。デシェルト様の記号だ。異物があるな。うん、古代文字で書かれた長字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と王家に値する。古代キングデシェルト文字が読めるのか。大したことじゃない。全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。
この骸骨には隠された情報が残っているようだ。ちょうど墓にキングデシェレト文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、これらの情報は直接君に受け取ってほしい。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。キングデシェレトがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上元が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればキングデシェレトに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのはなんだ？この骸骨の記憶だ。そんなバカな。マハールッカ・デバータ、先代宗親はキング・デシェレトと敵対関係ではなかったのか？そんなバカなことがあるか。宗親の民はみんな、あれが先代宗親なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカーシャを信じられなくとも、キングデシェレトの技術なら信じられるはずだろう。これがキングデシェレト祭司の遺言だよ。俺はこんな話聞いたことがない。かつてキングデシェレト様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。俺たちの狩りが間違いを犯すことなどない。ましてやそんな噂俺たちは信じない。キングデシェレト様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっているのは、全部マハールッカ・デバータが降臨したせいだ。俺たちにとって、マハールッカ・デバータは災難時に追い打ちをかけた元凶とも言える存在。人と同じように、砂漠で殺し合い、争い、憎しみ合ったと。いくらなんでも視野が狭すぎる。
もしも直に見ていなかったら、もしもこの目で、耳で、心で、その遺言をこれほどまで切実に感じ取っていなかったなら、こんなクレイジーなことなど決して信じなかった。一体どう向き合えばいいというんだ。俺は何年も何年も自分の恩人に剣を向けていたのか。ラフマン、もういい。もうそれ以上言わなくていい。自分を無理に笑い物にするな。なあディシア、俺と俺の旅団は一体何のために戦ってきたんだ。おい、大丈夫か？ありがとう。大丈夫だ。そろそろ行こう。ずっとここにいるわけにもいかない。戻ったらどうする気だ？お前の言いたいことはわかる。俺は自分のしでかしたことを後悔してるよ。お前たちが望むものは全て叶うだろう。だが少しタイムだ。仲間たちに今日起きた全てのことを説明したい。簡単にはいかないだろうな。ああ、だがやらねばならん。ディシア、ここが俺のベースだ。覚えておけ。私たちはいつ行けばいい？明日だ。その時までにみんながお前たちを盟友だと信じるよう説得する。お前たちの今日、いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。他の資源も共有して構わない。敵が賢者だと分かったようだな。ああ、神は人を見捨ててなどいなかった。業を作ったのは人自身だったのさ。もう全部分かったみたいだな。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で自らの勢力を立ち上げられるほどだからな。ちゃんと実力もある。惜しいことにキング・デシェレトへの信仰心に影響されちまっただけさ。ま、これで私たちにも新たな助っ人ができたってわけだ。少なくとも結果的にはそう言えるな。オイラたちも行こうぜ。帰っておいしいもんでも食って一眠りして明日に備えよう。そう叫ばずとも行く。
ラフマン、来たぜ。すべて準備 OK だ。あとで専属の者に彼らを R 村へ送り届けさせる。何はともあれ、手伝ってくれてありがとな。気にするな。ま、家庭はあまり順調じゃなかったがな。今やお前たちと俺の利害は一致している。これからはお互い仲間同士だ。犯人の居場所は？今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。書記官！いくら叫んでも誰も助けに来たりはしない。お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になったんだぞ。その通りだ。ダイマーマトラ、嫌だ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。お前にもわかるだろう。これは一個人がどうこうできる問題じゃないんだよ。いやだ、セノにだけは。獣に狩られた獣みたいに残忍に殺されちまう。獣以下かもな。どうか許してくれ。口を割らないなら構わない。俺には俺のやり方がある。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ？それは、缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいのか分かっているはずだ。神の缶詰知識を抽出して、どうする気だった？どう言えばいいか。おい！その態度を改めないと、本当にやっちゃうぞ！自分たちの首を絞めたいのか？あ、それ比喩とかじゃなくて本気なのか？どうしてそのことを。もう隠しても無駄だ。ああ、その通りだ。氷霊院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。自らとスメールに属する新たな神を作る気なんだ。表向きは栄えているように見えるが、マハールカ・デバータが亡くなってからスメールの学術が飛躍的な突破を遂げたことは一度もない。それに加え、近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが、徒労に終わった。彼らの口癖は、もしマハールカ・デバータがいたらだった。続けろ。その時、あるファデュイのメンバーが現れた。強霊院の者たちは彼を博士と呼んでいた。博士は神の心を一つ持ってきて、強霊院内の研究環境を借りたいと言った。博士は昔スメール強霊院から追放されていたから、賢者たちははじめ見向きもしなかった。だが、奴があの言葉を口にした時、全員の表情が変わったんだ。奴は神を作る気はないかと聞いた。これが学術の果てにある愚昧さと傲慢さだ。教霊院はまず精巧な人形をもとに、長い時間をかけて神の躯体を作った。そして家臣探査の輪廻を利用して無教を収穫し、
アカーシャの出力効率を最大化した。博士の助けのもと、最大出力形態のアカーシャは神の心に含まれる力の抽出に成功し、それを神のコアにした。その後、新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。そのために大量の神の缶詰知識が必要だったというわけだ。つながったな。しかし、どうやってそれらが本当に神の知識であると確認するつもりだったんだ？それは推測に頼るほかなかった。教令院は何年もかけて研究したが、なぜ学者たちが発狂するのかは未だに解明されていない。誰もこの不可思議な現象を解き明かせてないんだ。書記官ならそれが何を意味するかわかるだろう。地上において誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識、つまりそれは知恵の神が全知全能である源だ。もう分かっているかもしれないが、教令院は神が誰であるかは気にしない。奴らはただ神が知恵をコントロールするための権能を欲しがっているだけだ。全知全能の四文字は奴らにとって血をも燃やすような呪いと言えるだろう。一部の生物は走行性という生命現象を持ち、生涯光を求めるという。そして賢者たちは知恵の頂点に座する神であってこそ希望を見出せる。これもある種の走行性と言えるだろう。仮に知恵の神が存在しなければ、多くの学者は生涯暗闇の中を探索することになる。なら、クラクサナリデビはお前らにとってどんな存在なんだ？彼女は正真正銘存在している神だろう。すでに新たな神がいるというのに、なぜ別の神を創造する？教令院は一度も彼女を神として扱ったことはない。当時、教令院はクラクサナリデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆、彼女がマハールッカ・デヴァータのような知恵を有することを期待したんだが、実際は当時の彼女の知能はそこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで賢者たちはより一層マハールッカ・デヴァータが死したことを実感したのさ。それに、クラクサ・ナリデヴィの神の心はアーカーシャを動かすために使われている。今の彼女には神の力もなければ、並外れた知恵もない。やがて人々は彼女を忘れるようになった。それが賢者たちの選択。そうだな。よし、ちょっと落ち着こうぜ。みんな気分もあんまり良くなさそうだし、場所を変えて話さないか？ラフマン、これからグラマパラとアール村に戻るから、護衛を何人かよこしてくれ。それと、この二人の学者も連れて行くぜ。ああ、わかった。
戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。あの二人の学者も厳重に監視しています。皆さん、本当にお疲れ様でした。雰囲気が重いな。してないで何か話せよ。その何も話すことはないのか。なら水でも飲んでちょっと気分を変えようぜ。それかもう少しお菓子を持ってきましょうか。じゃあオイラもキャンディスと一緒に行くぜ。旅人、お前はどうしたい。おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはりまだ何か隠していたか。あまりの劇的な展開に息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりもはるかに多い。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、助っ人は多いほどいいからな。そろそろ計画を決めよう。なあ、今あるすべての状況は規則をはるかに超えている。このまま事態を悪化させるわけにはいかない。皆さん、もう答えは出たのですか。賢者を倒し神を救う、それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか詳しく考える必要があるな。次の会議でみんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。
ぐ必要はない。これだけの大事、すぐに準備することなど不可能だ。ゆっくりと考え、計画の合理性を保証しよう。そう言ってまた本を読み始めたぞ。おい、お前ってやつは。本を貸そうか。いらないぞ、お前の本はオイラには合わない。冗談だ。確かに俺の本はお前と不釣り合いだ。貸す気はない。なーん、もう頭きたぞ。何か私にできることがあれば必ず言ってくださいね。アール村を離れることはできませんが、あなたたちを見ているとなんだか私まで緊張してきます。昔たった一人で戦った時でさえこのような湧き立つ感情はありませんでした。これが仲間の力というものなのですね。前まで神がこんな災難に遭っているなどと考えもしなかった。仮にこの全てを変える方法があるとしたら、この国はより良くなるのだろうか。そういや、でも覚えてる。最近の仕事は厄介なもんばっかだ。それにこんなに難しい仕事なのにちっとも経済的利益を生まないなんて、はぁ、信じられないぜ、まったく。いい方向に考えろよ。もしかしたらことが終わったらお金持ちになれるかもだぞ。それもそうだな。うん、もし一晩で億万長者になれたらお前は何がしたい？おいしい食べ物をたくさん買うぜ。それだけか？おいしい飲み物も買うとか。かわいいじゃないか。ならその美しい夢のために、私も手伝おう。私たちがこれからやることがこの世界をよくできると願ってるよ。